まっちゃん、おはようございます。おはようございます。おんちゃん、朝のスリスリです。おんちゃん、おんちゃん、膝に乗ってみる。ほら、いい、こんちゃん、かわいい、こんちゃん、いい、こんちゃん、はい、ゴリ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 、お膝に乗っていいね、パンちゃん。お膝くるぶしに乗ってるね。油の中に入っていいね。我が家のスタイルです。お父ちゃんの油に入る。おれ、パンちゃん、かわいい。ちゃんくん、ジャンクも後でやろうね。うん、ジャンクのとこ行くんですか。今日は金曜日でですね、よいしょ、おじさんが勝手に歌うという、生配信をしています。そこで、掃除機や何やらかけていたらですね、はい、こんなとこにみんな集まってます。まずはポンちゃんはこの位置が好きでここにいたんですが、ジャン君は掃除機が出てきたと同時に怖がってポンちゃんにすがりつきました。こんな時だけこっちから見えるかな。はい、これから生配信始めます。じゃあ、おいしい。ずっと寝てた二人ですが、ポンちゃんはご飯に、ジャン君はなんかよくわからないけどここに甘えにでも来たかな。ジャン君、さっき向こうの部屋に行ったら途中までついてきて、そう、でも中には入らないでなんか待ってた。暑いんだよ、向こうはね。で帰ってきたら一緒に帰ってきたね。ちょっと甘えたい気分なのかな。うん、ジャンくん、ポンちゃんカリカリ美味しい？いい音だね。ポンちゃん、ジャンくん、ポンちゃん、エアコンが効いてて快適でしょ。
最近の、ジャン君とポンちゃんの動向がちょっと不思議なんですけれども、まあ昼間すごく暑い時にポンちゃんは隣のもうとんでもなく暑い部屋に行って寝ています。もうなんだ、雑巾になったみたいにデローンとなって寝ています。ジャン君もジャン君はねたまにしか行かないかな。でも昼間の日中は机の下のねちょっと暗がりみたいなところにいます。これは暑いからなのかちょっとわからないんですが、そして夜になってくるとですね、こうやって、いわゆる人がこう生活している空間ですねに出て寝ています。そして夜もっと深くなって、寝る時間になるとですね、まあ布団の脇ぐらいかな、まあ、少しでも近くにいようとかそういう仕様らしい考えかもしれませんが、で寝ていることが多いです。何か意味があるのかな、ジャン君、そしてポンちゃん。